演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はファミリーマートの2種類のバターコーヒーを飲み比べてみたいと思います。こっちが通常のブラック版で、こちらがバニラ風味、ちょっと甘いのかなと思わせるようなイメージですね。ではまずはバターコーヒーって名前は聞いたことあるんですけど、飲んだことないんですよね。なのでどんなコーヒーなのか楽しみですね。どんな感じなんだろう。まずはもちろん通常版から飲んでみますね。ではこちらのブラックの方は通常のコーヒーって苦いのですが、そこにバターが入ってちょっと油っぽさが入っていますね。自分だったらコーヒーとバターを別々にいただきたいかなと思えるような飲み物でしたので、こちらの点数とさせていただきます。悪くはないんですけどね。でこちらはそれにバニラが入ることによって甘みが入り加わり、かなり飲みやすくなっています。バニラの味はしっかり感じることができて、まるでアイスクリームを飲んでいるかのようなイメージでしたね。なのでこちらの方で見るとかなり美味しかったので、こちらの点数をさせていただきます。自分はこちらをお勧めしますね。やっぱりバニラが入ると強いのかな。バニラとバター相性は良さそうだし。というわけで本日ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。こちらパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。